NHK の井です。まず今回の PCR 検査で30代以下の若い方々が受験が少なかったということなんですけども、まず率直な受け止めをお伺いできますか。そうですね、若い方やはりですね、この、まあ、こう仕事をしていたりとか、あるいは学生さんだったりするんだと思うんですが、まあ、職場とか学校があって、まあ陽性になった場合にですね、まあ、一つは療養しなきゃいけないっていう、そこに抵抗を感じる方も多いんじゃないかなと思いますし、陽性になったらですね、自分、まあ、差別を受けるんじゃないかということを心配する方もいらっしゃるんじゃないかと思います。それからさらには自分がまあ感染、自分は感染しないよとかですね、あるいはその感染しても大したことはない、若い人の症状が軽いということが言われてますので、まあ、そういうふうに過小評価をする傾向も強いんではないかというふうに思っております。まあ、ただ陽性であるということが早めに分かったらですね、感染の広がりを食い止めることができると。こういうことでありますし、まあ、自分の健康管理だけではなくて、職場の同僚の方であるとか、あるいは家族を守るためにも、やはり積極的に検査を受けていただきたいなというふうに思っているところであります。で、今後を考えますと、職場であるとか、大学といったような、この、まあ、若い人たちのですね、まあ、生活の場を通じて、受験を呼びかけるといったようなことでですね、若い世代の受験者の増加につなげるような取り組みをしたいと思っております。今の若者のその受験の、まあ、動機づけのところなんですけども、先ほどQR 積極ガードのところで、これはなんか粗品とかを渡したりするというような、まあ、話もあったと思うんですけども、例えば今後その PCR 検査を実施する場合に、例えばそういった動機づけで粗品を渡すですとか、そういったことって考えてらっしゃいますか。まあ、いろんな工夫をする必要はあると思いますけれども、なんて言いますか、まあ、コストとの関係もありますので、まあ、そこは考えていきたいと思います。すみません、今回陽性となった4名の方の中の割合なんですけども、3名の方が症状があって、無症状が1人だったという結果だったんですが、もともと今回の PCR 検査は無症状者向けの検査だったと思うんですけども、この4分の3の方が症状があったということについてはどのように受け止めていらっしゃいますか。そうなんです。やはりですね、症状のある方は医療機関で、を受診して受験していただきたいなというふうに思っておりまして、これはもちろん検査会場に来られてですね、そういった症状があるということが、まあ、分かったわけですが、まあ、今後引き続きですね、医療機関で受診をしてください。でこれは PCR この集中実施であろうとですね、あるいはそうでなかろうとですね、症状がある場合にはですね、やはり医療機関に行っていただくということをお伝えしていきたいというふうに思います。それから無症状の感染者も含めて感染された方がですね、会場にいらっしゃるという可能性はありますので、検査会場ではですね、やはり密にならないような対策ですね、それを万全に取っていく必要があるというふうに考えています。あと、今後の意気込みなんですけれども、今回のトライアルを検証した結果、概ね、課題は見えてきたと思うんですけれども、改めて、検査からホテル療養までの一連の流れの中で、今後もし、万が一大規模検査、集中実施を行う場合に、どんなふうにですね、万全の体制で実施していきたいかという意気込みを伺います。そうですね、まずやはり、今回感染状況が下がったところで行ったので、受験していた方もですね、少なかったんですけれども、これを増やすということがやはり非常に重要ですね。先ほどの数理モデルでもご説明したように、その人口の中にいる陽性者、この陽性者からどれぐらいのこの陽性者の割合をですね、低くできるかということが非常に大きなポイントですので、できるだけ多くの方に受験をしていただくということが重要だと思います。
で、まあ、そのためにはですね、居住者の皆様への呼びかけももちろんあったんですが、実はあの職場のですね、職場で検査をされたいというのが、まあ、非常にあの実は強かったんですね。で、まあ、今回残念ながら数も限られてたので、まあ、諦められた企業さん、まあ、特に大きな企業ですね、たくさんありまして、あの職場を通じたあの検査も含めてですね、人数をあの増やすということが非常に重要だと思っています。まあ、なので、そういう意味ではあの広報の体制、それからあの、まあ、こうなんというかしっかりとしたご説明、ですね、でその上でそれを受け入れるしっかりとした体制、それについては今回、いろいろと検証もできましたので、それを取った上でですね、まあ、ある意味で言うと安心して積極的に検査に応じていただけるような体制を取っていきたいと思っています。中国新聞の宮野です。の少し重なる部分もあるかもしれないんですが、今回はでもその精度を高めるための目的の検査での今回の検証を踏まえてですね、次回以降いざやらなければいけないような状況になった時への備えっていうのが今回、まあ、どの程度進んだ、どの程度準備できたというふうにお考えでしょうか。あの、まあ、いろんな課題について、それはコスト面も含めてですね、あの知見を得られたかなというふうに思ってます。あの、まあ、あとはですね、まあ、今回、この、まあ、幸いなことにですね、なんですけども、あのこう陽性者がたくさんいないので、そのフォローアップですね、陽性者のフォローアップですね、これあの非常に多く出てくると、あの、まあ、入院というか、まあ、ほとんどがホテルになると思いますけど、そういった手続きだとか、まあ、そういったところはあの今回はですね、まあ、ちょっとあのストレス検証にはならなかった。あの、さっき の, あ, のあれで1時間あたりのです、ね、人数っていうと、まあ、その検体をとあの出していただくっていうところの処理はですね、まあ、しっかりとキャパが準備できそうだということが分かりましたけれども、まあ、今回あのそのストレステストができてないようなところについてですね、さらにしっかりと、まあ、考えておく必要はあるなというふうに思っています。もう1点ですね、今回の事業費のところでお伺いしたいんですが、あの合計であの2億710万円かかっていてですね、これはあの今回検査を受けた人で単純に計算すると1人当たり3万1500円程度かかっているということになります。まあ、今回の経費の中でですね、当然あの予約システムの構築であるとかですね、今後の実施に向けてのですね、投資に当たるような部分も多いかと思うんですが、今回かかった経費、あのちょっとどのように捉えているかというところをお伺いできますでしょうか。はい、あの今回ですね、集中実施の準備を進める過程で、あの、まあ、システムの準備だとかですね、あの、あるいはコールセンターのトレーニングだとか、あのそういったことを進めておりまして、で、あのトライアルの前にですね、1億4800万ぐらい、かかっています。で、あのホームページあるいは予約システムといったようなものは、まあ、今後の検査にも活用できるものでありますけれども、あの、まあ、いずれにしても固定費的な部分が、まあ、あるわけですね。で、あのトライアルにこの実施に必要な追加費用というのが5900万円ぐらいでありましたので、まあ、その追加分ということを考えるとですね、まあ、費用としてはあの、まあ、一定のものとして、できたのかなというふうに思っています。まあ、あの数が増えれば固定費分はあの分散されていくんでですね、そこのところが、まあ、やはり大きいということですね。それからあの今回のトライアルはあの、まあ、非常にあの全国的にも注目もされましてですね、まあ、報道でもあのいろいろと取り上げていただきまして、であの、まあ、当初ですね、いろんな専門家の方がいやそれは反対だとかいうあのお話もありましたけれども、逆にまあだんだんとですね、あの検査のこの意義についてもですね、あの評価をされる
意見もこれいろいろ出てきたんじゃないかなというふうに思ってまして、でこれはあの非常にまあ大きな副産物だったんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、あの今回のトライアルでいろいろ知見を得ることもできましたので、あのそれをもし、この集中検査を行わなければいけないというような事態に、なった場合にはですね、それをしっかりとあの活用して、まあ、問題点も改善してですね、またあのいろんな皆さんのご理解もいただきながら進めるようにできたらなと思っています。外以降ですね、まあ、あの1人当たりかかる、1人当たりかかる値段は、まあ、今回より下がるというような見通しではあるという状況ですね。それはそうですね。ですから繰り返しになりますけど、固定費がかなり大きいので、あの人数がですね少ないと、どうしてもその固定費の割分はあの高くなっちゃうんですね。これは当たり前の話ですけども、まあ、当初はその20数万人を予定して、考えてましたので、まあ、あの先ほどのあった通り、検査そのものについて言うとですね、プール方式をあの採用したので、その変動費はですね非常に小さかったわけですね。ですから大きくなれば人数が大きくなれば大きくなるほど、そこの部分が効いてきて、1人当たりのコストは大幅に下がってくるということになります。最後にですね、あの今回当初予定していたの予算10億円程度で、あのもっと一斉に大規模に70万人程度の検査というところでなんですが、まあ、完全にはなかなか振り返るのも難しいかもしれないんですが、もし必要である場合は、まあ、予定通りできたというようなというふうに考えられるような状況に。そうですね、基本的にはですね予定通りできたんだろうなというふうに思っています。日経新聞です。スライド17ページなんですが、あの、まあ、今後その大規模実施に備えて若年層への呼びかけっていうのが大事になってくると思うんですけども、あの鍵となってくることは何だとお考えになりますでしょうか。というのも、あの SNS がこれだけ普及している中で、あの SNS がきっかけになったのは結構かなり少ないかなと思っていて、チラシをするよりも安く効率的にできると思うんですけど、その辺について。そうですね、あの先ほどちょっと申し上げたように、あの職場でその、まあ、行かれる方っていうのが若年層が多かったわけですね。まあ、したがってそういうルートで の検査をですね、拡大をしていくということが一つ、まあ、あるいはまあ大学といったですね組織を通じて見ないでくださいといったようなことが一つ有効になるんじゃないかなというふうには考えています。それからもう一つはですね、先ほどあの薬局のところでもありましたけども、あのこれはまあちょっと想定でしかないんですけども、そのご家族代表で薬局に行かれて何本か持ち帰られると、で家族みんなが検体を取って、あの家族分を代表してどなたかがあの持ってこられるといったようなことがですね、まあ、あったと思ってまして、まあ、そういった形ですね、それも若い方、まあ、家族の中で、まあ、いずれにしてもその自分の判断、個々の判断っていうことのみならず、そういった組織だとか家族だとかっていうところの判断の中で、参加をしてもらうといったようなことが一つ有効な方法かなというふうに思ってます。もう一点すみません、就業者向けで、あの想定よりも人数が伸びたことに関して、まあ、BCP の観点から、あの、まあ、一つそういったあの、まあ、今回の検査っていうのが、あの事業継続のための体制づくりに、まあ、こう考えるきっかけにつながったみたいな、そういったお考えですか。まさにそういうことだと思います。その、まあ、いろんな要素があると思いますけれども、まあ、自社の、営業とかあるいは運営をですね、これはまあ工場にしても、この陽性者が蔓延してしまうとですね、ストップせざるを得なくなるようなことにもなりますし、あるいはお客様対応があるようなところではお客様に、まあ、ご迷惑がかかるというかですね、そういったようなことを、まあ、いろんなことを考慮されたということだと思いますが、あの BCP の観点からですね、やはりあのしっかりと検査をしていくということ、そこが重要だというご認識はですね、あったというふうに思っています。
ちなみにですね、それから企業の皆さんからまあちょっと間接的ですけども聞いていることは、その自社のあれですね、そのまさに BCP 的な発想もあるんですけども、やはり経済社会をこう回していくためにですね、まあ、感染を抑えていかなきゃいけないという社会としてですね、そのためにこういった方法が非常に有効であるというふうに、まあ、考えておられる経営レベルの方、そういった方がまあいらっしゃるというふうに認識をしています。あ、すみません、 NHK ガラスです。ちょっとすみません、今日リリースがあったのワクチンの関係でちょっと恐縮でお伺いしたいんですけれども、はい、今日、リリースがあった通りですね、高齢者向け接種のワクチンの配分について、はい、4月5日の週に2箱あるんですけれども、はい、これについて広島市と呉市に配分されるということで、はいはい、まあ、これの考え方とですね、まあ、どういうふうに今後、県内でコロナウイルスのワクチンを配分していきたいかという、はいはい、基本的な考え方としては、全23市町に、基本的にですね、1箱ずつ配分をしていくという考え でそのうち、まあ、どういう順番というか、広島市と呉市が最初になっているのは、これ5日の週に広島市と呉市なんですが、そのいくつか、その5日の週から対応できるというところがいくつかあって、まあ、その中で人口規模が多い広島市と呉市にまず5日の週に配分して、でそれから順次、配分していくということでありまして、まあ、そういう意味では考え方っていうよりも全部に配分するという中で、準備ができたところから、まあ、配分したというできたというかできるというところから配分しているという、そういうことです。今人口規模の多い、まあ、観点を踏まえてということだったんですけども、そういう意味でいきますと福山市の方が人口規模大きいと思うんですか。いやいや、ですからその5日の週に受けられるよというところがいくつかあって、その中で人口規模の多いところということで広島市と呉市に配分をしたということです。わかりました。まあ、準備が整ったということですね。はい、まあ、ごめんなさい、今後の意気込みですね、まあ、このコロナウイルスのワクチンの配分、まあ、先ほど、一番最後のスライドのところでも、まあ、この感染しやすさという点、まあ、マスク、手洗い、3密回避、まあ、それ以外のワクチンの話もあると思うんですけども、どういうふうにこうですね、このワクチンを県内に行き渡らせられたい。はい、実はこの数理モデルですね、このワクチンもう一つ、もう一個、こう加わる形になってまして、これワクチンが入ってないので、ていうかまだワクチンがないので、ない状態なのでワクチンをここ入れてませんけども、ワクチンも掛け算で聞いてくる。あ、ちなみにこれ全部掛け算なわけですね。どれかゼロになったらこれゼロになるわけですよ。でワクチンもその全員が打って効果を持ったらですね、集団免疫が成立したら、まあ、ゼロになるっていう、そういうものになっているので、ワクチンも非常に重要だというふうに思っています。まあ、そういう意味ではできるだけ多くの方にワクチンは打っていただきたいというふうに思っておりまして、いろいろご心配の向きもあるかもしれませんけども、今特にこの何日かでですね、アナフィラキシーがちょっと多く出たとか、まあ、いろんな報道もありますので、ご心配の方も多いかもしれませんけれども、まあ、しっかりとその場で対応できるような体制を取ってやっていきますし、まあ、多くの方が受けることでですね、まさにこの数式のコントロールができるということになってきますので、で一日も早くこの日常生活を取り戻すという観点からですね、多くの皆さんに打っていただきたいというふうに思っています。今のワクチン、あ、中国新聞宮野です。今のワクチンの関係でちょっと一点お伺いしたいんですが、湯崎知事が受けるタイミングとかですね、のどういう率先して受けることで皆さんに受けてもらえるって考え方から、その、まあ、順番が決まってからっていうようないろんな意見あるみたいなんですけど、お考えありますでしょうか。いや、それどっちがいいですかね。いや、ですから皆さんが受けるのを躊躇するような状況だと、最初に、まあ、皆さんにも来ていただいてですね、
あのテレビカメラの前で、報道カメラの前で、接種をするといったようなことだと思いますし、そうでなければあの粛々と、打つのかなと、まあ、順番来たら打つのかなというところかと思います。当面はその一般の方まで受けられない状況ですし、あの実際にワクチンの量がある程度入ってきて皆さんがどの程度受けてもらえるかというのは見た上で判断するというような感じになりますでしょうか。まあ、まずあの医療関係者に接種しているわけですけれども、あの県の職員もですね一部対象になっているんですね。あの保健師さんだとか、ただ私は対象じゃないんですね。なのであのそこは対象じゃないですと。で当然高齢者でもないので、そこでもないですということなので、今そういう中で打つ予定はないわけですね。ただまあ、 あの今おっしゃったように、こう皆さんなんかなかなか接種に来られないよというような状況があれば、あのちょっと考える必要もあるかもしれないと思います。長くなっててすみません、毎日新聞の小山です。ちょっとあの PCR 検査の集中実施について、あの改めて知事のお考えを確認させていただきたいんですけれども、あの今回その陽性者があの減ってきた時期に行うことによって、その実際に陽性者が少ないっていうふうな結果が出たと思うんです、そのこのトライアル検査の実施によって。なのでその、検査を行うことによって現状が分かるなというふうに私は感じて、あの今もやってますけれども、その継続的なモニタリングっていうのがすごく有効なのではないかなというふうに思いました。なのでその一時に一斉に大人数を検査するというよりも、その長期継続的にある程度の人数を検査することの方が有用な場合があるのではないかなというふうに考えたりもしたんですけれども、あくまでも知事はこの39ページにあるような判断基準を持って、そのあの大規模な集中検査を実施することを見込んで今後判断状況を見ていきたいというふうなお考えなんでしょうか。いや、あの要するに両方というかそれぞれ目的が違いますので、まあ、両方必要なことだということですね。なので集中実施については、それこそ感染が広がっている時とかに有用だというふうなお考えでしょうか。そうです、そうです。あのその広がり広、まあ、次のフェーズとしては広がり始めるというところですね。でそれ以上広がらせないようにあの抑え込むという時に、集中実施を行うということですね。ただこれはあの当然その時 の、 あの感染状況によって誰をどれぐらいの規模を対象にして行うかということは全く変わってきます。あの今回企画した時には、広島市の中で特にこの4区、まあ、それまでの累積も含めてですね、感染者が非常に多かった。でただ逆に言うと、どっかその4区の中で特定して、もっと小さいグループでですね、あるいは小さい地区で、その感染状況が厳しいっていうところがあったかというと、そういう状況じゃなかったわけですね。ですから、まあ、でもあの人口のあたり、10万人あたり の、 あの感染者はですね、新規感染者もかなりまあ高い時、まあ、これをやりますというふうに、企画をした時にですね、まだかなり高いところがあって、それが要するにある意味で言うとまんべんなく広くあったと、まあ、それを囲い込もうとすると大きな人口、大きな地区を対象にしなければ意味がないので、まあ、そういう対象になったわけですね。で今度感染が立ち上がるときに、まあ、どういうふうに立ち上がっていくかということにもよるわけですけども、そういうふうにこう市中の中にいっぱいこういろんなあの根っこがあって芽があって、こうバラ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 いろいろ出てますというと、まあ、大きな網をかけなければいけませんし、どこかその感染のこう集中的に発生しているところというところがあったらですね、そこを集中的により小さなグループで行うということもできるわけですね。で、まあ、一番典型的なのはこれもずっとやってることですけども、例えばあの病院だとかあるいは高齢者施設でいわゆるクラスターが発生したらですね、
少なくとも広島県では濃厚接触者だろうが接触者だろうが、あるいは接触者じゃなくてもですね、基本的に例えば全フロアをやるとか、これは職場でもそうですけども、あるいは施設内全員検査するといったことをやります。でこれはまさにそういう考えで、この局所的に、感染者が増えているので、その局所に対して集中実施をしていると、まあ、それが例えば皆さんはには情報が言ってないで申し訳ありませんけれども、例えば100人とか200人とかいうレベルで、まあ、集中実施をやっているということがあるわけですね。それがそれはこの範囲だということが、まあ、かなり明確だから、そういうやり方をしているわけです。まあ、学校なんかでもそうです。学校なんかでも場合によっては1学年全部やるとか、学校全体全部やるとかということをやっています。でそれが、まあ、ある地区全体だったりとか、例えば、まあ、あるクラスターというような形で把握できていればですね、まあ、あるイベントに来た人だとかっていうようなことになりますし、まあ、ある地区で、まあ、非常に多く出ているといったら、ある地区をやると、それが、まあ、例えば1万人かもしれませんし、5万人かもしれませんし、まあ、今回のように70万人みたいなものになるかもしれないと、まあ、そういうことです。その他ございますでしょうか。はい、では質問がないようですので、以上で終了したいと思います。皆様ありがとうございました。